どうもこんにちは。今回はクワガタの新生虫ボトルから出していこうと思いますけど、これはこの間沖永良部島で取ってきた幼虫ですね。沖永良部平田ってラベル売ってますけれども、ずっと乗ってた船がね、廃炉になってたんですよ。マルエの東京、大阪、奄美、徳之島、沖永良部、与論島で、沖縄まで、この上り下りで運航してるフェリーがあったんだけど、何年か前に廃炉になっててさ、でしょうがないから、どうしたかっていうと、一旦沖縄本島まで行くんですよ。で、その後、次の日の朝早くのフェリーで、沖縄から、沖永良部行きましたね。行くだけで2日かかったんですけど、まあ、普通の人ならね、別に鹿児島とか沖縄あたりから飛行機で一発で行けると思いますけど、あのあたりだから琉球エアコミューターじゃないかな、違うかな、まあいいんじゃないですかね。よいしょ。ただまあ僕がちょっと興味あるというか、この人面白いなぁと思うのは、平然と船に乗るような人ね。しかも、その2年とか4年ぐらいなら誰でもどうとでもなるんだけど、5年とか10年とか平気で船乗って離島行く人。島も決まってんねんな。船で行ったら、もうちょっと、すごいなと思う島がね。まあ、伊豆七島でしょ。で、壱岐、対馬、五島列島。あとは、徳之島もそうか。沖永良部、大東諸島ね。北大東、南大東。で、与那国島。この辺りをもう、平気で船、選んでる人は、ちょっとやばいなと思いますね。腰の引けたような生き方しとったらそういうことできへんから。これはどうや。33。まあね、誰でもその2年とか4年ぐらいだったらどうとでもなるんですよ。船の方が安いからっつって。まあ実際、僕なんかもお金がないから船で行くしかしょうがないんだけど。お金がさ、あれば飛行機に行った方が早いから。そっちの方がいいに決まってるんだけど。だけど、その、船を待つ時間とか、船の中で、8時間とか、長い場合はもう20時間とか、おるわけですけど。そういう無駄な時間大好きやからな。もともと、その、いかに、その、無駄と向き合うか、みたいな部分が、自分はちょっと重要視してるんでね。船の方がそういうそのあからさまに無駄な時間っていうのを突きつけられて面白いんだよな。何にもやることないからね。まあ僕らみたいなお金のない連中がいっぱい乗ってますわこれは大東平田ですね。南大東島さんの自己採取決闘で F8。16年ぐらい前に自分で取ってきた自己採取決闘ですけど、北大東島、南大東島も船で行こうと思ったら時間かかるんですよね。午後に出て次の日の朝だから、やっぱり12、3時間かかってると思いますけど、飛行機で行ったら早かったもんな。一回だけ乗ったことあるかな。なんか台風来るから早帰れみたいな時に一回乗って帰った記憶があるけど、あれだって2時間半とかそんなんじゃなかったかな。めっちゃ近いね、飛行機で行くと。よいしょ。まあ、ただね、その船に乗るといいところってまあ全然ないんだけど、もし一つあるとすれば、まあまあ、体に地図を刻みつける感覚ができるというか、例えば、その、
自分なんか大阪から沖縄本島はいつも飛行機なんだけど、一番最初の一回だけフェリーで行ったんですよ。32時間ぐらいかかりまして、もうえらい思いしたわけですけれども、だけど大阪沖縄まで飛行機で行けば2時間ぐらいだったかな、2時間ちょいとかね、そんなんで行けるわけでしょう。ものすごいショートカットしてるなっていう実感が毎回あるから、これ本当だったら32時間かかるんだよなと思えばね、お得感もすごいというか、体の中に地図を作るというか、その距離感を作るというか、それができると、まあなんだろう、実感が出てくるよね。その都度ね、まあ今時便利ですから、朝出たらその日の夕方か夜にはどこの島でもつけると思うけど、あんまりそれだとなんか興味出ないね。33メスだけど、その32でいいか、もうめんどくさい。だからまあ飛行機って誰でも乗れるけど、年こいて船乗るっつったら、もう生き方で選んでないとそういうことできないから。でそこを全く無駄な時間として切り捨てる人にも全然興味ないから、何でも一人なんていう、その無駄を意味のあるものとして、船に乗るっていう時間を意味のないものとして切り捨てるんだよっていう、そういう部分でまだちょっと自分には遠いなと思って、興味が出ないよね。飛行機乗ったり、なんか簡単にその船を選ばないっていう選択肢ができるような人はね、自分とは関係がないから全然興味ない。これは何やったかな、メス入ってますけど、ミンダナオパリ WF1 ニューバターン、大平竹で仕上げてますね。なんかミンダナオパリ1匹だけメスが浮かしてたから、さっき出してしまおうかなっていう感じですけど、よいしょ。ミンダナオパリは分からんというか、初めてやるから、ネクイの傾向があるのか、それともその国産王とかオペクルビみたいに白枯れ傾向なのか、全然わかんない。よいしょ、あ、出てきた、ポコッとな。はい、ミンダナオパリ、よいしょ。歩いてどっか行こうとしてる。はい、これはラーメン食べに行きたいねんな。最近うまい店見つけてしょっちゅう行ってるんですけど、38やけども、めなあ、37にしとこうか。小さめに言うとかんとな。よいしょ。ミンダナオパリ800使ってますねこれ。37 2404、はい、OK。 まあ今回こんな感じです。無駄話しました、どうもすんませんでした。まあ特に気にしてもらう必要もないというかね、所詮無駄話ですので、
ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。すみませんでした。さよなら。